はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで今日は明日メンテ日になりますので、まあ、いつもであれば忘れ物チェックコーナーとディスコードの更新情報を動画一緒に出していくんですが、ちょっと今回こちらの忘れ物チェックコーナー先に動画出すのは、はい、こちら次回反響ですね。はい、次回反響の方の第2シーズンのランキングの集計が今日の21時までになっているので、まあ、いつも通り動画出していると動画が上がる頃にはもう第2シーズンの集計終わっちゃうので、はい、少し早いですがこちらの忘れ物チェックコーナーの動画だけ先に出させていただきます。まあ、次回反響レベルランキングと闘技場ランキング、そしてステージランキング、この3つの第2回の順位が今日の9時ジャストで確定しますので、ちょっとねランゼロサバの方も今時の宝庫からこの目当ての混沌のかけらですねの宝箱、まあ、これ5個は全部もらいたいなと思ってるんですが、まあ、これもらおうと思ったら、まあ、300個時の義士が必要ということで、まあ、前回のシーズンで150個ゲットできているので、あと150個あれば、まあ、とりあえずここはゲットできると。はい、ことで、まあ、今レベルランキング100個義士がもらえて、でステージランキングの方からも50個義士がもらえるんで、まあ、このままいけば今回も150個ゲットできて、まあ、混沌素材はゲットできそうかなと。まあ、ただステージランキング199位と、まあ、義士50個もらえるギリギリのラインに今いて、あと1位でも下がると45個になっちゃうんで、ちょっとステージ進めていかなきゃいけませんね今回で。レベルランキングの方も現在83位ということで、一応100個もらえてますが、いつ100位以下に落ちてもおかしくないんでね、レベルなんかももうちょっと上行きたいですね。さあ、そしてまずはステージ進めていきますか。はい、今レベル200ボスでランゼロサバーの方は止まっていて、で戦役ステージとしては170ステージの160ステージというところで頑張ってますが、はい、デッキの主力はカッシウスがプラス6で戦力1500万、要戦がプラス7で戦力1700万と。はい、であと水郷先生が戦力1100万で、こちらも準主力。はい、あとは甲子班プラス6の470万がいるっていう感じで、はい、ボス戦こんなデッキで今頑張ってるところですね。まあ初回に水郷先生取れたのが本当に大きいですね。まあそれ以降特に今回の超コメちゃんだとか、まあめちゃくちゃ重要なキャラクターは当たらなかったんで、まあ中盤以降伸び悩みましたが、まあとりあえず今いるメンバーでね頑張るしかないんで、はい、ひとまず強化していきますか。さあ、全身129。あ、水郷先生ちょっと足りませんでしたね。115と。はい、これでちょっとボスステージ進めていきますか。さあ、どうか。お、一発できた。ちょっとね時間置いてたんでスイスイいけそうな感じありますね、これは。はい、一応勝ち試合だけ見ときますか。200ステージの、はい、まず紹介の足止め失敗してますね。まあ、ですが水郷先生ここで出てきて、はい、カシウス撃砕ばらまいていって、はい、ここでバッファーの検定の七星だとか座敷わらしの幸運なんかで、まあ、クリティカル自力で出しづらい要線に対してバフを持っていって、まあ、しかもレベル差だいぶこっち勝ってるんで、はい、スキル2でクリティカル連撃、今のまだスキル1ですね。1ターン目で行動できなかったんで、はい、この3ターン目でやっとスキル2が出せると。あ、なんでバフ切れちゃってタイミングめちゃくちゃ悪いですが、これで突破できたんですね。あ、水郷先生が今5ターン目足止めされたことで、はい、6ターン目に風波が入って、はい、そこに予選のスキル1合わせられるようになりましたね。奇跡的なずれ方。はい、で、取り巻きは全部水郷先生が落として、はい、風波残った状態でボスに対して予選のスキル2が届いていると。まあ、若干噛み合ってませんが、ギリギリタイミングがずれてなんとかなってる感ありますね。はい、19ターン目でボスの HP とりあえず1回目復活まで持ってきました。はい、ここから8億7000万の HP で回復してきて、はい、ボスも憤怒狂乱化、そして潜潤化してきて、まあ、毎ターン火力上がっていくんでね、ここからはもうスピードの勝負ですが、まあ一発1000万ぐらいのダメージ細かくぶつけていって、はい、ここで要戦神器入って火力やっとアップしましたね。はい、一発2000万ぐらいに格上げされて、まあこの後半の粘りがいいですよね、要戦は。はい、要戦のスキルに、はい、だいぶ威力ありますね。6000万、はい、ぶつけていって勝利という形で、まあ水郷先生&要戦っていうような粘り方を最終的にはするような形で今突破してます。さあ、そしてどんどんステージ進めていきますか。いや、なるべく上の順位で安定しておきたい。216ボスがやたら強いんですが、なんかありましたっけ。ん、なんか216が抜けませんね。はい、まあ、ただ一応時の義士50個もらえる安全圏には入ったかなと思うので、ここら辺にしときますか。まあ、ただでさえ時間圧迫されるコンテンツになってるんで、そこまでのめり込むわけにもいかないと思うので、まあ、プレイに使う時間なんかはある程度塩梅決めておくといいと思います。さあ、あとはレベルランキング、これだと100位切っちゃう可能性あるんで、もうちょっと上げておきたいですね。はい、そして戦役の設定、はい、ちょっとステージ落としていって、はい、サブの方が全然足りてませんね。はい、まあ、ただこれちょっとしたテクニックがあって、はい、例えばこんな感じで上に連れてきて水郷先生で同期すると、
はい、こんな感じで今176ステージの方は割といい時間で回せていますが、はい、仮に160ステージのサブの方が倒せていないと、勝率が落ちちゃってて、まあ、こっちに戦力割いた分こっちが回せてない状態になっちゃってますが、はい、これで一回保存しておいて、はい、この状態で一回この放置ステージの方で何回もまたこういう風に切り替えをしまくって、まあ、再計算させてこういう風に、まあ、68秒目指して作っていきながら、まあ、こっちの方はもう高い経験値でその瞬間高速戦闘すれば、まあ、経験値なんかはもらえると、まあ、ただサブがこんな状態になっちゃってるんで、ちょっとしたテクニックとして、これ今サブの方に、はい、画面切り替えて、はい、この状態でメインのメンバーたちをサブに持ってきちゃいます。はい、これで保存と。ってしていって、サブの方でも、はい、この画面で、この160のところ、はい、140に切り替えた後、また160に切り替えて、はい、戻していくと、サブの方でも、はい、数値が再計算されて、しっかりここら辺のサブアイテムの表示もアイテムがもらえてる状態になった上で、はい、メインの方でも69秒の経験値がしっかりもらえてる形を確認してから、はい、高速戦闘やっていくと、はい、しっかり両方もらえてしまうと、はい、ようなちょっとしたテクニックが今回の次回反響の戦役では使うことができるので、まあ、これちょっと修正入っちゃうかもしれませんが、まあ、今のところ視力をメインとサブ両方に活用して両方から大量にアイテムをゲットするっていうような手法が有効になってます。まあ、ただ時間が経ったらメインから外れてしまってるので、この経験値落ちてしまうので、高速戦闘やった後はまたしっかり戻して、はい、その上でこっちの方のサブのステージは適切なステージに落として、まあ、放置中はワンランク落とした経験値稼ぎで我慢するというような感じで切り替えていく必要ありますが、まあ、ちょっとした小技として、まあ、こんなテクニックができるので、さて、レベルの方も69位と、はい、今期安全圏、来れましたかね、これは。技師150個、なんとかゲットできそうですね。さあ、任務報酬の方ももらっといて、いや、期間内に260ステージなんとかいけそうな感じですかね、あと1週間あれば。さあ、このまま忘れ物チェックコーナー見ていきますか。はい、まず今回は MR アバター経過がガチャ最終日ということですが、まあ、ちょっと経過に関しては、だいぶ昔に出た MR キャラクターということもあり、まあ、現 MR 環境にはスキル性能的にはついてこれていないかなと、はい、いうとこで、まあ、本当に今からでもスキル1の生後バフ剥がし全剥がしに情報修正してもらいたいところですね。はい、ちょっとこのままだと投与をおすすめすることはできないので、まあ、基本的には最終日ですが絆のちょびだめなんかもなしでスルーになりますかね。あと今回ダッキちゃんのガチャも並んでおり、こちらも最終日になりますが、まあ、ダッキに関しては今 UR アバター1000の方が、まあ、ショーっていう純 MR キャラクターが戦役やボスにおいて完全に上位互換になってしまっており、今 UR アバター1000ダッキの2次までの投与はあまりおすすめできなくなってしまいました。まあ、めちゃくちゃ資金に余裕がある人は、まあ、ダッキ次回反響の次回リンクなんかにいたりするので、まあ、めちゃくちゃステージ進めやすくなるので、まあ、次回反響ガチ勢の人にはダッキー UR アバター1000もおすすめできますが、まあ、一応 UR の方のダッキーも次回リンクの方いるので UR でもなかなか頑張ってくれると思うんで、はい、こちらランゼロサバーの方でももうあと7絆で UR 投与することできるんで、まあ、今日この動画出した後夜に私もダッキーの方を投与して第3シーズンの次回反響はダッキーありで頑張って進めていこうかなと思ってます。であとダッキー今、はい、こちら結婚アバターの方も同時に実装されており、まあ、結婚化したことで今回、まあ、エンサダメスキルとして HP が低い味方の異常状態解除と HP 回復、そしてその味方に対して2ターンの生後ミムをつけるというような機能が追加されていますが、こちらもちょっと前に動画出したように、まあ、生後ミムによる物理会心ダメージ 25% アップに関しては戦役やボスなんかでは、まあ、そこまで大きな火力アップにはつながらず、実際には 10% 前後とか、まあ、そのぐらいのダメージ増加にしかならないというようなからくりになっているので、まあ、詳しくはちょっと前のダッキの動画を見てもらいたいですが、まあ、戦役ボスなんかではやっぱり昭和の方がエンサダメスキルまで含めて現時点では上かなというようなところになりますね。まあ、対人戦なんかでは生後ミムつけてもらえるのは普通にありがたいんで、まあ、どちらかっていうと対人戦用のスキルの追加になったっていうような感じでしょうか。はい、あとダッキに関してはこの UR のダッキの方が奥義がめちゃくちゃ優秀で、この体力レベルかける120上がる超優秀な奥義に絡んでいたり、その他にも UR だけで HP6% 上昇とか回避値レベル80アップする奥義なんかにも絡んでいたりと、はい、虹のダッキは取らないにしても UR のダッキは奥義的に絶対に投与しておいた方がいいキャラクターになりますので、こちら本日最終日まだ UR ダッキ取れてない人は絆のちょびだめしておくようにしましょう。さあ、と UR 戦の黒田勘兵衛、期間限定割引販売中ということで2割引きで回せるガチャが本日最終日になりますが、勘兵衛ちゃんに関しては奥義もどれも難しく、まあ、銃配下禁止者向けの奥義収集目当てのキャラクターになっているので、無備課金のプレイヤーの方は本日最終日ですが確定枠までの絆のちょびだめなんかもなしでスルーで OK かなと思います。さあ、と仮想の集いガチャも本日最終日になってますが、はい、まあ、今回仮想の集いガチャメンツがかなり良く、まあ、リクソンみたいななかなか来てくれなくて、なおかつ奥義なんかも解放しやすいやつに絡んでいるようなキャラクター
で、しかもリクソン投用すると防御オーラっていう自分だけじゃなくて師匠ちゃんの防御力もアップすることができるスキルを持ってるので、まあ、リクソン投用した人で戦役で敵の攻撃を1回師匠ちゃんで援護挑発なんかで耐えて、その間にチョコメちゃんの祝福展開したいみたいな使い方を考えてる方は、まあ、必ずこのパッシブ1の師匠ちゃんの防御力を上げるスキルまでは SSR のリクソンちゃん投用した人はやっておくといいかなと思います。はい、あとはまあ京井ちゃんの SSR なんかも本当にこのゲームになかなか顔を出してくれないキャラクターになっており、やはり奥義がこのキャラクターも数種類優秀なやつがあって、はい、京井ちゃんもめちゃくちゃ捨てがたいですね。はい、その他朝鮮っていうキャラクターなんかも一応、まあ、ちょっとした奥義に絡んでいたりしますが、まあこれはちょっと効果幅そんなに大きくないのでおすすめ度としてはやや下がり、はい、その他高順なんかはあまり奥義的には優秀ではなく、テイクの SSR なんかも奥義難易度が高くおすすめはできませんね。はい、まあ私は京井ちゃんはこの聖樹 SSR ガチャからゲットするつもりで、で朝鮮ちゃんに関しては思い出 SSR ガチャでゲットできる可能性があるのと、まあ最悪この SSR 副賞セレクト宝箱、まあ孫権だとか藩士なんかが先に取りやすい環境で来てしまったら朝鮮ちゃん余る形になるんで、まあ最悪ここからも取れるんで、まあ今回の仮想の集いでは、まあ朝鮮も脅威もでリクソンはもう特に絆のちょびだめはせず、リクソンはもう投用できてるので消去法で今テイク移してる形になりますね。まあ最終日ですが絆のちょびだめなんかも特にする予定はありません。まあ新商交換券なんかで取れる時にテイクは取ろうかなっていう感じ。さああと本日ラキスタガチャも最終日になりますが、はい、ラキスタガチャ今回上杉謙信並んでいますので、まあ上杉謙信の虹までゲットすれば戦役上の方で経験値高くゲットして回すためには最適解のキャラクターになりますので、まあ、まずは上杉謙信の UR 今回のラキスタガチャでは狙っていった方がいいです。ランゼロサバの方では上杉謙信投用済みなので、まあ本日最終日炎章の絆ちょびだめしておこうかなと思います。はい、あと炭造工房も最終日になりますので、まあ今回4回分無料枠分毎日入っていれば引けるので、段階報酬の炭造石2個、炭造石集める段階に入っている人は必ずゲットしておきましょう。はい、神髄工房の方も今回4回分無料枠分引いた後プラス300元宝払えば2個神髄成果ゲットできるので、まあ神髄成果元宝を使って集めるのは今この方法が一番安く集める方法になってますんで、こちらも神髄成果集めてる方は忘れずに回しておきましょう。はい、あと猫の遊ぶ班のガチャの方も本日最終日になりますが、まあこちらに関してはガチャ自体というよりはこちらの猫コインパック賞ですね、160円に値上げされちゃいましたが、まあ代わりにコインが10個から15個に増えて課金効率としてはさらに良くなったと。でしかもコインの貯まるスピードも速くなったんで、今まで以上に二次キャラクターめちゃくちゃ安く集めやすくなってますので、微課金以上の方は今二次キャラクター一番安くゲットするための課金イベントになってますんで、まあこちら忘れずに貯めておきましょうっていう感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあちょっとこっちの次回反響の方はなんとか利子集められてますが、まあ最終的には次の1週間この神髄成果がもらえる最終集計ですね。ではこの神髄成果がもらえるかどうかもかかってくるんで、まあ今それで言うと110位と、ちょっと順位足りてないんでね、ここ頑張っていかなきゃいけませんね。はい、ランゼロサバの方は果たして神髄成果ゲットできるのか頑張っていきたいと思います。はい、突然また今日の夜に明日の更新情報をみんなで一緒に見ていきましょう。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。おっす。